突然だが霊夢、運命とはなんだ？運命とは眠れる奴隷だ。俺たちはそれを解き放つことができた。いい名言だ。ということで今回の作品はこちら。ステージ S。主人公のめぐるは、幼馴染のサラと付き合うことができた。これには理由があり、喋る蛇に告れば必ずうまくいくと教えてもらったからなんだ。なんだこの蛇、神じゃん。実際に蛇は、自分を神と名乗り、来週のテストの点数すら当ててみせたんだ。もう本物の神と信じざるを得ない。そうして日々蛇と仲良く過ごしていたある日、お前もうすぐ死ぬぞと教えてもらう。急展開すぎるぞ。今まで蛇の予言は外れたことがないため、めぐるはこれを受け入れる。死に方とかわかってるなら対策できるんじゃないの？運命には抗えないらしいぞ。ということで死ぬ当日にきちんとサラと別れて、交通事故で死んでしまう。別れる必要性あったか？そして死後の世界で蛇と話していて、最後にサラの未来を聞いてみたところ、黒蛇200日後に殺されるということを告げられる。衝撃の最後。これにはめぐるも取り乱し、助けてくれ、と蛇に懇願する。そして少年は蘇り、愛する人を助けるといったストーリーだ。でも運命は変えられないんでしょ？普通はな。めぐるはこの蘇りによってこの世界で唯一、運命の輪から外れた存在になったんだ。だから白蛇ですらめぐるの運命は不確定になったんだ。でもどうやって助けるの？元凶の黒蛇を殺すだけだ。だが蘇生直後に頭を吹っ飛ばされたり、大企業に囚われたり、大量殺人者で敵っぽい奴が、味方っぽかったり、とにかく謎が謎を呼ぶ展開なんだな。恋人の島であと100日。ということで、と言いたいところだけど、注意点が一つあります。この作品は作者のツイッターのこれを最後に、更新が止まってしまっています。そこから一切の音沙汰がないので、ちょっと完結は絶望かもしれません。悲しいことにサイトによっては全一巻扱いになってます。なのでこんな作品もあったなぁと心に留めておき、連載再開したら盛大に応援しましょう。今回はここまで。この作品が気になりましたら、高評価チャンネル登録と、作者の印税をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。